一応投げ銭ライブなのであんまり長くやってもらわないので皆さんもね楽しみだと思ってこれで最後になります。よろしくお願いします。マンコールあればまた皆さんのちょっと帰ります。それでは1位大使の歌詞祭さなぎゆなぎ
にでよ、ね、シンドミオ、これで一応ね、あの、まあ、あれですか、前はこうやってちょっとチラシを作ったりしてベリダンスをね、今日はちょっと何にも、突然っていう感じで出ていくの、出ていくのがいきなりありがとうございます。鹿の塔もありました。鹿の塔もやった。鹿の塔でやろうかな。じゃあちょっとできるのかありませんが、客足の方もいらっしゃるので、あのこのミオさんと私でちょっとやってみたい。レコーディングでこれちょっとあの何だかって言って、はい、中学校の教材なんかやったことがありますから、ね、その時はグループのミオさんって4段目マジでやるの。ありがとうございます。なんかいっぱい出ていただいて、全員入れたからね。全員ここ入れたから。ありがとうございます。全員入れたから、すごいすごいこっちも全員入れました。うわー嬉しい、すごい。じゃんけんして勝った方には CD を差し上げました。じゃあ尺八の名曲え、やるの本当に。でも今あ、そうなの。いや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 、睨んでるし尺八やります。いやいや、僕の2人ぐらい。いやいや、この2人、いや、この2人でやるのちょっともう申し訳ない。リンゴの木の下じゃあ後ほど。あ、ランダさん入る。何をやるシカゴ通りは。シカゴ通りはちょっと打ち合わせしたい。シカゴ通りはしてるんで、一緒シカゴ通りは。あ、じゃあちょっと聞いてます。ちょっとすごいことになりそうなんだ。これを聞いていいですね。で、これ先天じゃなくて明治か。昼間にあのリサイタルされた昭和ですか、アダージョのアダージョさんとちょっとやってみたいと思います。かなり読み込んでらっしゃる。なんで明治って言ったら失礼なの。失礼な人よ。ちょっとあの準備する間に一曲でやってみましょうか。昭和がそれいいっすか。ちょっとやってみましょう。ちょっと入ってきてください。試合でどんまいマイクはカラオケですよ。ゴールデンないか。ゴールデンで来たら。これ先やってくれて。ちょっと後はいいです。そうランさん。ちょっといきなりなので、あの江戸時代ぐらいですね。はい、鹿の新山幽谷で鹿小鹿と目鹿がこうね泣き合っているっていう姿を男女の、ね、宮田小八郎さんが。宮田小八郎さんですか。嘘でしょ。宮田小八郎じゃない。宮田小八郎。宮田小八郎なんだ。わかりました。大丈夫です、そうです、間違いないです。間違いない、間違いないです。ダンさん、酔っ払ってんじゃない。宮田小八郎じゃない。宮田小八郎。全然変わらないですか。じゃあ僕にうんともいい。本当にすっげえなもん。